4月に渋谷に開校した新しい女子校渋谷女子インターナショナルスクールをご紹介したいと思います。可愛いですやっぱ可愛い ね、 ねもうこれさなんかオーディションでなんかあのこう決める時から見てたから確かにそうそうそう馴染みのある制服になってきたよ ね、 ね、 ねミルキちゃんミルキちゃん制服着てみていかがですか。なんかあの普通の学校が着るような服じゃなくて、ね、なんか超可愛くて、おしゃれ。なんかめっちゃ思考ギャルでめっちゃ可愛いなって思いました。可愛い。すごい似合ってるね。さくらちゃんはどうですか。そうですね。私あの小学校じゃない中高生がずっと私服だったので、あの今こうやって制服着るのもすごい新鮮だし、あとみんなの制服見てもらったら分かると思うんですけど、なんか一人ずつアレンジとかできて、そうだね、なんか個性が出やすいっていうのもすごいいい制服だなって思いました。もうなんか一つの制服とは思えないぐらいの種類の制服があるからね。いいね。あいさちゃんとみなつちゃんは今渋所に通っているということなんですけど、あいさちゃん学校どうですか。学校楽しいです。よかった。えでも、あの渋所に入学してからあともう4ヶ月で、ね、あの高1が終わっちゃうんですよ。早いね。でもその間にあの渋所に入学してからエッグに入ったりとか、あとその後に京好きの出演が決まったりとかで、あのたくさんの方が応援してくれるようになって、渋所に入ってよかったなと思いました。よかった。ねみなつちゃんいかがですか。はい、私は普段あのメルプチっていう YouTube グループで活動しているんですけど、はい、あの授業で動画編集の授業とかもあって、それを活かしてあの仲間と同じグループの仲間と新規チャンネルも開設したり、すごいすごいしてます。あとはあの YouTube 高校生日本一を決める YouTube 甲子園にも出場する予定なので、ぜひ応援お願いします。お願いします。そのお隣の子も、うん、あの渋所の生徒さん、あその子は私から紹介します。校長先生ここで登場でございます。改めてご紹介しましょう、はい、渋谷女子インターナショナルスクールの校長先生赤荻ひとみさんです。お願いします。会場の皆さんにご挨拶お願いします。お願いします。渋所校長の赤荻ひとみです。よろしくお願いします。お願いします。あの改めてあの子も生徒さんなんですよね。そうです、はい、まだ生徒ではないんですけど、今回TGC ティーン登場っていうのと、はい、あと授業料が3年間無料っていう2期生の特待生オーディションを開催していて、はいはい、この度中3のルカちゃんが、はい、今回のグランプリに選ばれました。おめでとう。そう、誰が一緒にステージ出れるかなって私たち楽しみにしてたんです、ねね、すごい、おめでとうございます。ルカちゃん、グランプリに選ばれた感想いかがですか。1期生に負けないぐらい渋所を盛り上げたいと思っています。おわー、ウィウィシーね、本当にウィウィシー。ルカちゃん、改めましておめでとうございます。おめでとうございます。そして校長はですね、本も出されているんですね。そうだそうだ、そうなんです。こちら、
今日来てる、はい、中3の方皆さんにプレゼントさせていただきたいので、ぜひ入り口にあるシブジョブースで受け取ってください。受け取ってください、受け取ってください、みんなもらって帰ってね。はい、というわけでですね、校長、シブジョの説明会もあるということなんですけれども。そうなんです、豪華ゲストを招きまして、はい、11月18日に上野堀りわちゃんと小春ちゃん、はいはい、11月23日におさきちゃん、はい、12月9日に今日もステージ登場してくれてるきょうみちゃんに来てもらって説明会を開催します。はい、説明会は中学2年生、3年生が参加できます、はい、参加方法はシブジョ公式ホームページから公式 LINE を追加して行きたい日程を送信するだけです。シブジョブースでも受け付けています。はい、はい、そして今日会場にいる中学3年生限定でステージに登場した方々のシブジョ制服版チェキプレゼントキャンペーンも実施します。はい、シブジョブースにて説明会を予約した先着40名にプレゼントするので、ぜひブースにお立ち寄りください。ぜひ、もうもったいないですからね、夜だけですから、ぜひ寄って帰ってください。はい、そして私たちも先日説明会のゲストとして呼んでいただきまして、トークショーだったり近い距離で中学生の皆さんの相談に乗ったりしたんですけど、はい、普通に楽しかったよね。なんかもう世間話してるみたいな、私たちのなんか学生時代の話を淡々ともしていくみたいな感じだったりとか、うん、楽しかった、本当に楽しかったので、ぜひ参加してみてください。はい、お願いします。きょうみちゃん、12月の説明会すごい楽しみですね。はい、楽しみですし、中学生の皆さんと話す機会はなかなかないので、うん、そうですね、とっても楽しみです。はい、それでは赤岡校長、みなつさん、あいさちゃんから一言お願いいたします。お願いします。はい、渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話、動画、SNS を学びながら高校3年間で卒業資格も取得できる学校です。はい、そして、行事にもとても力を入れてます。はい、はい、月1でイベントだったり行事が盛りだくさんになっているので、めっちゃ楽しいです。めちゃくちゃ青春できる学校なので、みんな入学待ってます。待ってます。待ちしております。みなさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、渋谷女子インターナショナルスクールのステージでした。赤荻校長、そしてゲストの皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。